かちゃんもかちさんありがとう。寒っ、ちょっと寒い、ほんとに。ヨシさんおはよう、ヨシさんおはよう、ハラケンおはようございます、おはようございます、ありがとう。テクテク、トリスガイさん、テクテク、タカユさんおはよう、寒、おはよう。今日ね、ちょっと思ったの、コンタクト入れてないやまだ、ノーコンタクトやわ。オッドアイは強調されるけど、オッドアイは強調されるけど、え、てかさ、やば、声がやば、枯れてしまってるわ、風邪。なんかね、昨日ね、あのあれなんですよ、あの何やっけ、蒸気マスク、何やっけ、あの潤いマスク、あ、濡れマスク、濡れマスクをして寝たのに、朝起きたら多分苦しかったから外してて、あの例のあれですよ、頭の下にあった事件で、頭が保湿された頭が保湿されてしまって、昨日あのちゃんと濡れマスクをして寝たのに頭が保湿されてしまった。朝起きたら頭の下にそのマスクあったわ。高木さんおはようさん、寒いよね、めっちゃ寒いよね今日。でもさ、なんかさ、めっちゃ考えた末さ、なんか長ズボンとさ短パン、なんか短パンの方がいないで、なんか長ズボンになったらね、すごいボーイッシュになっちゃって、朝日奈昨日気づいて1時間ぐらいさ、なんかめっちゃ考えてて服。そう、おはよう、ナスエさんおはよう、これ食べるよ、来てた。え、そうなん、寝て寝て、あなたはロングユーめっちゃ好きやで、ショートユーめっちゃ好きすぎる、ありがとう、やばしーさん。じゃあ朝日奈はもうすごい眠い色っぽい、ほんまに。でももうノーヘアのノーコンタクトやからね、今目がちっちゃいの。でもコンタクトない方がウッドアイは強調されるんですけどね。しばくやっほーやっほー、しばくありがとう。久々に来て髪き、う、頭切ったみたいでか、頭は切ってない、頭は切ってない、頭ついてる。睡眠時間短い。ねえ、カツさん寝て、あなた化粧する。そう、今日ね、さやちゃんとね、あの起こし合ったの、起こし合ったの。いや、寒い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 し、ここのボタンすぐ取れちゃうの。それだから、あのさやちゃんとあの早く起きた、だからメイクはした、でメイクして、うわ、もうこれ時間配信せなと思って、あのあれ配信した、よくよく考えたらコンタクトもしてなかったわっていうお話。頭保湿って、そういう、ほんまそうなの。いやでも多分苦しかったから外したのはいいねんけど、頭の下に敷いてったからさ、あのホットマスク、ホットマスクじゃないわ、ああいう、ああいうなんだっけ、蒸気マスク、頭の下に敷いてたから全然意味ないやんと思って。あさりな、口のさ、喉を潤したかったのにさ、頭を潤っちゃったよと思って、そうほんまにお化粧してる。いや、そうなの、セビってあさりな珍しいでしょ。さやちゃんとね、あのね、起きる宣言したの、さやちゃんに、明日は何時に起きるって。そう、で、起きた、起きたよ、珍しく。あ、すごい、なんかどっかの毛が出てきたわ、どっかの毛が。緑の良さ、おはようございます、ありがとう。腰が痛すぎて、え、そうなの。え、でもちょっとでも寝た方がいいよ、やっぱちょっとでも寝た方がいいよ。小次郎さんおはよう。ちょっとあのあれやからね、後にコンタクトするからね、朝だけ許してコンタクトするの忘れたと。でも今更ながらコンタクトしてもさ、みんなさ違いにびっくりしちゃうからさ、コンタクトはしません、まだノーコンタクトで今日は許してください。だからちょっとね、
しなんか裸眼みたいな、裸眼みたいになってるけど、裸眼シャリンガン、ちゃかちゃん、ゆびちゃん、おはよう、しようがって、そうなの、珍しいでしょう。1時間前に起きたからね、朝日奈さん。そう、6時半に起きる宣言して、ちょっと6時に起きたよ。まあ、6時半に起きてたらあれやけど、今頃半分ぐらいのメイクだよ。え？これでいいか。教えてもらったの、ちゃんと上と下で分けて巻かなあかんよって、じゃあちゃんと巻かれへんよっつって言われたから、ちゃんと巻きます。昼から仕事、え、それは、え、でもさ、昼から仕事また寝れるよ、もうちょっと、ちょっとでも寝た方がいいよ、もう睡眠って大事、ほんまに。だって朝日奈一回試してみたいもん、もう一日中寝てていいよって言われて、ほんまに一日中寝れるからと思ってちょっとやってみたいよね。バズジャパンのメンバーの画像更新されてた。え、ほんまに新章になってるってこと？すげえ、みんなの方が知ってるわ。ちょっと見てみよう。更新されたってことは新章になってるってことだもんね。どこだっけ、コスパニックじゃなくてこっちか。わわわわ、なんか広告出てきた。あ、ほんまや、みおちゃんも入ってるわ、すげえ。みおちゃんに至っては新章やからね。朝日奈たちは？朝日奈たちは？朝日奈たちはこのままなのかね？ね。だってだいぶみんなあれだよ。結構変わってるよ、顔。うん、結構顔変わってると思う。ちょっと、あれやけど。だからってあんま、あれやけど。今更ながらちょっと見られるとちょっと恥ずかしいけど。ゆみちゃんがやっぱり好きだ、ありがとう。いや、寒い寒い、ちょっと待ってね、寒いわ、ちょっと これをこう、いてあ、わかった、これをさ、このさ、これさ、これで止めればいいね。見て、いいところに何け、アリエッティがあったアリエッティ、これでもう毛布は朝日奈から離れない。ポール、こんにちは、小さな女性ビスバイツバイツバイ、ポールありがとう、かおりさん、ヤッホーヤッホー、ブシューさん、おはよう、おはよう、かさん、おはようのリップしたね、ありがとう。けんけんさん、こんにちは、けんけんさん、ありがとう、むちゃまた来てくれて、あなた、いてててて、朝日奈さんは今髪を巻いてる。でも配信始めた後にコンタクトするの忘れて、ちょっとノッコンタクトやから、あのちょっとお目目がね、目つきが悪うございしたらごめんなさいね。あたる髪のスタイル非常に綺麗で、あなたがそばで見られる、ほばじゆびちゃんの画像更新したし、ね、ほんまに外羽根かわいい、ありがとう。そう、外羽根がね、人気なので、今日は外羽根にしようかと思っておりますわーって。ストーブとかない、そう、ストーブないの、朝日奈ないの、ストーブ。ホットカーペットはあるけど、ホットカーペットはね、ある日突然お母さんがね、なんか買って家に敷いといてくれた前にで、そのホットカーペット愛用中やけども、
あの2個理由があるよ。やっぱ節電した方がいいよ。そう、節約しようっていう結果、今のところまだ寒さをしのげるよって思っとかんとね。冬越されへんから、今から冬やから。そうそう。かちゃんおはようみありがとう。ポール、are you performing？ パフォーミング？いつも海外見てからヘアアイロンする。かちゃん見てから？これ？うん、これ寒いから。もういつもはめっちゃめっちゃめっちゃモコモコか、でも寒い時はこんな感じ。ほんまに寒い時はもう毛布をこう肩にやってぬくぬくしながらアイロンしてる。あやこさんおはよう、早起き、おはよう、みんな早起きね。ほんまに私あなたがそれらもすぐに手術してる気はあなたの耳アイロンかけない。あね、ほんまにあざねよくやりよるから、あざねよくやりよるからね、気つけんと。本当に喉が痛いんだからどうしようか、これは悩みどころですわ。私を崩してあんまとも子もない、ほんまにね。だからとりあえず喉をなんかしたこれさ、喉痛みってさ、痛み止め飲んだら喉の痛み軽減されんの？どんなんやろ。イブとか飲んだらそれでも頭痛薬やもんね。頭痛じゃないんやね、全然。喉が痛いんだよ、喉が喉が痛いのってさ、痛み止め効くのかな、それは効かんのかな。 Are you performing？パフォーミング、あ、パフォーミング、あ、パフォーミング、今日パフォーマンスすんのってこと。今日パフォーマンスしない、今日ライブないよ。今日ライブはないけど、楽しいご予定はある。楽しいご予定はだからね、バズジャパンメンバーはね、早く起きてる人が多いよ。今日は朝日だもんね、頑張って起きた。ちょっと眠いがちょっと眠いが、で朝日菜お昼ぐらいに寝とったらごめんね。飲むっつって、飲むわっつってなっとったらごめんね。よし、やっぱ聞き入れないんや。ちょっとさ、これなんやろ、これちょっと前に出てきてしもうたわ、これ。どうしよう、これなんか前に折れてしまった、この子、この子、これすごい前に出てき、主張が激しいよ、この子。ちょっと。OK。あなたの大きな体でキュッと抱き寄せて離さないで。柔らかい、なんかにゃも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 にゃ。わかった、朝日奈の欲しいもの、ストーブ。もう朝日奈この前から欲しいもの、暖かくなるものしか求めてない気がする。カイロ一応、何これ、おつずつ正しいご予定と、正しいご予定、まあでもそれ夜に言えるよ。またアレクさん、やっぱライブ内外ゆみちゃんツイートと見にくい公式ホテル、あら、そう、ないないない。次のライブは、次のライブ2日か、ライブは2日で、アザリナは出えへんけど、
1日にリリースイベントがある。そう、1日のリリースイベントは白組さんが今のメンバー構成で最後のライブ、アサイナたちの赤組さんはオンライン上でリリースイベントだから、次のライブとしては12月2日のキースタジオが次かな。もう12月やで、早いね本当に。ほぼ笑顔が好きや、最高、ほぼにありがとう。スプレープシューってやるからちょっと待ってね。てててて、やさいな、今日何時に出なあかんのやっけ、いつも忘れちゃう。ちょっとやりすぎたかも。OK。そう、髪型にどんな服装を？こういう髪型に今日はベスト着ようかなと思ったんですけど、え、てかさ、こっちはさ結構立体的に跳ねてるのにさ、こっちなんか単体で跳ねてんねんけど、ちょっともうちょっと巻いとこう、せめて。めっちゃ悩んでんねんけど、いて、これでいいかな。サブ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 、アリエッティがパカッてした、アリエッティがパカッてした、2回も言っちゃった。あ、わかった、これ閉じる場所間違えてるわ。ここだ、ここ、あ違う、ここだ、ここをパチってしながら、OK、寒いて、むつありがとう。アサイナさんはただいま髪を巻いてるの、髪を巻いてアリエッティがパカッてして、ただ身負け始めてる。でももうすぐ着替える、生着替えだね生着替えなわけではないけどね、別にここで着替えるわけ。スタッフはどんな形であげて事務所に送る感じかな。うん、あ、別にでかいのはいいや、朝日奈そんなね広くないから、朝日奈なんかさすごいコンパクトなストーブあるやん、なんかこんくらいの、もう あれで全然ね朝日奈家は温まるよっていうぐらいほんまにコンパクトなお家なので、朝日奈さんカイロとストーブが欲してる今カイロとストーブが欲してる、寒すぎて長袖、え、長袖は着る、ほんまに髪は巻いて、じゃあ髪は巻いたらあかん、そちらのゴッドさん巻いたらねバチ当たっちゃう、それはエアコンの方が、え、エアコンの方がいいのかな、やっぱ速暖セラミックファンヒーターがいい、え、何それ初めて聞いた、パパはや、パパはや、石油ストーブ、石油ストーブ、え、でもそれはねお母さんに怒られる、あさりなね、お母さんにね、あんたはガス使ったら危ないからちょっとガスやめときって言われてる。カイロ発行してユミあてに送ればいい、え、送ってくれんの、あ、それでカイロすごい欲してねだってさカイロってさ10枚入りとかやん、10枚入りとかで500円とかすんのね。でもあさりなさ、そのさカイロってさその6時間ぐらいいや、だいたい耐熱時間みたいな、そう、そう、地味にカイロって値段するなと思って、送ってくれんの、松ちょっと嬉しいんやが、朝日奈、そう、ほんまに高いなって、
回路って地味に高いよなって薬局の前で悩んで、この前買わんかった。あ、オッケー、次は自分で買う手番もある。あ、そう、ほんまに何枚欲しいの。何枚入りがあるんやろ。いや、箱って何枚入りなの。あ、それな、箱はちょっとね、高くていつも手を出さない人だからね、値段だけ見て、お、高いってなって諦めちゃう人やから、何箱入りなのかわからん。でもよくよく考えたらさ、ちっちゃいパックをさ、いっぱいさ、なんか順次買うより安いよなって思って、すっごい考えんねんけどね、なんか箱ってなったらその値段が高くていつも手を出せない。朝日奈は敵、敵、分かってた、敵帰る。そうだ、朝日奈だから今頑張って、あの安い回路を求めて探してるの。セラミックファンフィーター送れないねんけど、どうやって持って帰る。どうやって持って帰るんやろね。もうこうやって担ぐしかないね、それ最悪ね。ちゃんと寝ておき、あ、そうなの、寝たのは偉い、寝たのは偉いよ。あ、待って、このアイロンの熱が愛しいけど、絶対このアイロンの熱はあの熱いね、絶対熱いね。5時半には多分、5時半に寝たの、5時半に寝たの、それも結構遅いよそれ。あ、じゃあひなちゃん早起きだ。そうなの、今日早起きなの、早起きなの。寒いが、じゃあ先に言っとくね、今日喉が痛いから多分あのちょっとコンビニのホットユーズのやつ課金する。え、待って、あ、でもちょっとカーテンさんの配信になるかも、カーテンさんの配信になるかもしれんが、先仕事し、すごい偉いんだあなたたち。ちょっと朝日奈ですが、おはよう、ありがとう、マッツン、マッツン。最初に寝て5時半に起きた。そうだ、俺いつからゆみちゃん推しになったんだろう。マッツン、いやほんまにカイロをくれるのはもうありがたいこと俺はしまれんな推しなんわ。じゃあ、あのご近所の人に作りすぎた晩ご飯をあげる感覚でいいよ。うん、全然ご近所の人にあのこのちょっと晩ご飯作りすぎたんでってあげるぐらいの感覚で、あのそう、その感覚でカイロはね、あれ知ったらカイロが欲しい朝日奈の、すごい、あれ、お知らお供の人、あ、お供の人、お前カツさんお供の人って書いてカッコ、カツさんカッコになってる。お供します、きびだんご。ゆうちゃんまだまだね、パラちゃん頑張ろう、日曜日ね、オロナミン C の画像で朝日奈もあの頑張ろうってなったから、ちょっと今、あ、朝日奈さん、その待って待って、話変わりすぎて、ちょっと今日何時に起きればいいんや。じゃあ起きればいいじゃん、起きてるわ、ボケてるわ朝日奈、今日何時に目線戻したら画面止まってたわ、ちょっと恥ずかしいわ。あなたの大きな体でキュッと仕事どこだ今、じゃあ眠ったの、ユンミンも確かに眠ったけど、ぴゃっぴゃ、コメント大丈夫だよね、全部あるよね、笑顔というのきびだんごください。おこしにつけたきびだんご、大事に起きればいい、そう、もう起きてるっちゅうねんと思って、ごめんごめん、そう携帯検索してパッて見たらあの画面止まってた
変顔す、変顔してないよ。この顔なんですわ。あれ、なんかさ、その前にさ、あーたたまつのやつ、夢がしょばれないに渡してもらえばいいのか。あ、いいよ、それでもあさりの流通経路になるよ。仲介手数料無料です。何時出ればいいねってこと。そう、何時出ればいいやろと思って。え、何時出ればいいやろ。ちょっと待ってね、ちょっと着替えるわ。ちょっと待ってて、声はするから。朝日奈頑張って今着替えてんねんなって思っといて着替えてんねんなって思っといて、うん、寒っ。え、ちょっと待って、すんごい寒い。毛布取りたくないわ。ちょっとためらってるわ。え、ほんまに寒い。どうしよう、これ今日やばいね。カイロ持ってこう。今日ちゃんとカイロ持ってた方がいいよ。これはお腰につけたきびだんご一つ私ください。寒い。勇気を出して、勇気を出して行くのだ。朝日奈さん、一瞬だ、一瞬で服を着るんだ。寒い、いやこれ寒い、これ寒いよ。これは見事に寒い。ちょっとどうしよう、悩み中。よいしょよいしょ。寒いよ。え、これどこから、あ、ここからか。めっちゃ寒い。どうしよう、めっちゃ寒いんやけど。悩みどころこれ。寒い。なんか喉に入った。喉になんか入ったわ。なんかさ、これ寒い？これ寒い？これ寒い？寒い？え、でもさ、これになるとさ、ちょっとさ、あったかくない？しかもこれビレバンできたし、このコーデ、このコーデビレバンできたの。でもね、これになるとね、結構いかつくなるの、この黒のパンツ。この黒のパンツ合わせると結構ね、いかつい感じになるの。でね、ちょっとね、あ、これアイロンで伸ばすけど、血のパンになるとね、ボーイッシュになっちゃうの。ボーイッシュになっちゃうの。どうしたらいいと思う？短パンでいいかな？寒いかな？でもね、
寒いよね。可愛いでしょ。アサリナの今日のテーマはあれ、アサリナの今日のテーマはこれ、メンズのリアルワイシャツなんだけど、そうリアルワイシャツなんやけど、カレシャツを借りたコーデっていうテーマ。寒いか。でもおしゃれ我慢って言うから我慢できる。いやそうなの、まあ、ずっとさ室外におるわけじゃないからさいいかなって思いつつ、これにあの黒のスニーカー、黒のスニーカーがたいよさそうに見える。そうこれね、仮シャツやからね、そう、いかついやつが好きなの、いかついやつが好きなの。でもいかついやつってさどうなの、それ着て来られた時にさ可愛い感じではないのかな。何がいいやろ。タイツ？寒いかな。でも寒いよね。どれがいいと思う？この短パンか、このこれや、このこの。でもこれになるとすごいさいかついの、黒のパンツでね、チノパンになるとねすごくボーイッシュになるの。すごい大学生って感じでしょ、ほらすごいボーイッシュなの、すごいボーイッシュなの。これは前にビレバンでやったコーディネート、ここまあこれでもいいやけどね。見える？どれがいいと思う？ボーイッシュでいいのかな。でもさボーイッシュってさいいのかな。寒いか今日。デニムにする？7番？ 7 番って何？短パンがいいけど、でもそうよね、やっぱさ、なんかさ足、そう、朝日奈もね、なんかね、多分ね、朝日奈的にね、なんかあんまり長ズボンっていうかね、短めなイメージがさ、借りに借りた、あ、なるほど、そういうことか。落ちるかもしれない金玉体験、落ちるかも金玉なのな、どういうこと、どういうことだそれは。どれがいいんやろう。セクシーだ。そう、あの朝日奈の着用にみんなに相談乗ってもらうと思って。膝にカイロはね貼れない貼りたいけどね、貼れるやったら貼りたいけどね、ほんまに。そうよね、短パンがいいよね、そりゃ。でも寒そう？寒そうかな。寒いか。今日寒いか。デニムにする？デニムか短パンどっちがいいと思いますか？チノパン、チノ、どれがいいと思う？チノパンかデニムか短パン。短パン、あ、なるほどね。一回目で開けてそう空気出してそれ多分ね喉にあの直に来てうわーってなっちゃうから。最高気温21度。21度それ最高。待って、最高気温12度。12度やばっ。
ね、牛くん聞いて、牛くん聞いて、ちょっと牛くん聞いて、牛くん聞いて、牛くん見てる？ね、牛くん聞いて、今日ね東京12度やん。牛くんおる？向かうって言ってるけど、そう。あのね、短パンか、これ短パン、ちょっと覚えて、この短パン、この短パンか。このね、ビレバンコーデみたいな、このデニム、デニム、デニムか、このチノパン、チノパン、どれがいいと思う？これになると結構大学生みたいな、こうボーイッシュって感じになるので、これは結構東京の今日の気温にするとちょっと結構ね、短パンは寒いんちゃうっつってなる。教えて、外にいる人みんな教えて。優柔不断やから、そうなの。ホット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 ドッグ、ホットドッグそれ好きなのは足出しだから、それね、捨てる時は上着着ると思う。さすがにこれだけはちょっと寒いな、朝日奈。チノパンが俺好み。あ、そうなんや。ジャージで、いやジャージはやばい。いやジャージでどう思う？ジャージで彼女が現場に来たらどう思う？ジャージってなる？ジャージってなるんちゃうそれ、うん、すごい初見さんですごい絡みに入ってくるのすごいよそれ。でもいいから、全然朝日奈そんなあのなんか初見やからみたいなならへんからいいけど、え、そう、足出しよね。やっぱこれにね、黒のね、あのスニーカー履くの、バンズの短パンがやはり好き。じゃあ短パンにするか。え、そう、でもね、前にね、くーちゃんにね、なんかね、多分ね、短パン、デニム、チノパン、あ、そういう感じね、短パン、デニム、あ、なるほどね、そういうことか。そうだ、チノパンって結構ね、どっちかっていうとなんかほんまになんか普通にさ、出かけるとか一人で出かけるとか、そんくらいやったら全然ね、いいけどね。ワイダさん言う、ワイダさんありがとう。確かに、そうなの、今日寒いでしょ。でもそう、室内やからいいかなって思っちゃって、だからさ、多分ね、でも移動はそっか、でもコートあるからいいかな。もう私ね、ほんまにちょっとよかった。じゃあね、結構な確率で短パンをね、おしゃれは我慢って言うから、足寒そうやなって思っといてんじゃん、みんな。寒くやったら走れば、そうだよ、寒くやったら膝にカイロ当てればいいから、そう、膝にカイロ当てればいいから。じゃあ決まりました、見事。ということで、朝日奈さんは準備を始めたいと思います。あ、ちょっと片付けてくるね、すごい散らかしてるから。もうこのズボン引っ張り出してはないけど、ズボンをね、3種類も持ってきてしまったからね、ちょっと直してくるわ。ちょっと待ってて。レンズ、サーボカメラ2台はいらないよな。レンズ、サーボカメラ、そうね、移動が大変かもしれない。移動がおしゃれ、そう、え、ほんまにね、もし、え、だから牛くんのそのオールマイティに使えそうなレンズに絞った方がいいと思う。朝日奈もでも心配性やから、いつもさ、なんかさ、ほんまにカメラじゃないけどさ、いろんな荷物持ってっちゃうから、なんか昨日も思ったもん、なんでみんなよりこんなにパンパンなんやろって思いながら。みんなさ、だってさ、でっかいカバン持ってる人はもうそのままとか、朝日奈でっかいカバンとプラスさ、手提げバッグも持っていてさ、なんで朝日奈だけこんな荷物多いんやろとか思いながら、謎だわあれ。ちっちゃいカバンと大きい手提げバッグか、でっかいカバン一つかやのに、だから朝日奈だけでっかいカバンと手提げバッグ持ってて、いや、どんだけ朝日奈なんか多いんやろと思って。あ、食券の人だ、ついに2台のカメラと。え、そうなん、小林さん、おはよう。パパ、おはよう、ありがとう。おかげかです。カレレレのれー。出かけます。出かけるよ、今から。ちょっと、寒いわ、朝日奈。寒いわ、朝日奈。ちょっと、この、
ケチってちっちゃい方のね、あの貼る回路にしちゃったけど、大きい回路買えばよかったってね、今更ながらすごい後悔してるけどね。はい、カールさん、ありがとう。じゃあそろそろね、終わります。アザリナさん、コンタクト無線なかか。じゃあね、やばちょっとじゃあ行ってくるわ。アザリナはもう行く途中にちょっと温かいドリンクを課金しよう。じゃあね。え、忘れ物しそう。え、今日何がいるんやろ。今日何がいるんやろ。え、そんないらんか。荷物だって大きくても。今日ね、珍しくね、ちょっとあざいね、ちっちゃいカバンやからね。そうなの、ちっちゃいカバンなの、珍しく。逆になんかもうなんか忘れてないからって心配になるけど、ペンとか入れといた方がいいかな。ペンとか使わんか。じゃあいや、置いとこう。ひょっとすると羽やっぱり、ほんまに？やった、ありがたい。あ、違うね。じゃあ、あざいな、こうやってやると思う。まあ、いっか。これが一番自然体だね。ここだけ、ちょっとここだけピンで止めたいわ。ありがとうね、みんな相談乗ってくれて、ほんまにおばちゃん嬉しいわ。金色のピンを使って、金色のピンを使って止めようと思います。よいしょよいしょ。オッケー、できた。あ、あんま見えへんかった。せやけどパスもやる、モバイルやからいけるよ。携帯持ってれば、財布さえあれば。じゃあ大丈夫や、きっと。まあ、それもしたらその時や。じゃあね、行ってくるわ。クリスマスプレゼント好きよ、好き。大好物って言ったらなんかありえん。クリスマスプレゼント好きですよ。あ、逆にしとこう。こっちの方が漏れる。片方だけ、そうなの、片方だけ。でも片方だけがいい感じやから。ちょっとでもこんな時間や、いかんと。遅れるわけにはいかんからね。急ぎましょう、急ぎましょう、急ぎましょう。行ってくる。ありがとうみんな、もう朝からその相談乗ってもらってよかったわ。昨夜ね、ずっとねこれでね1時間悩んでた。何がいいやろ、え、どれがいいやろって。でもそれは足ね、せっかくだって朝日奈的になんかね、長ズボンあんま似合わんの。朝日奈身長高い人とかはね、長ズボンさ、すごいさ、スタイル着こなすと思うけど、朝日奈はね、着こなされへんからね。そう。でも寒いしな。え、でも短パンの方がいい。でも寒いしな。みたいな。もう寒いっていう理由で。じゃあ、ありがとう。みんな朝から見てくれて。無事できましたんでね。行ってきまーす。ではでは、ありがとう。大阪府の伝道師朝井の由美でした。見ていただいてありがとうございました。行ってくるね、バイバイ。